奈良県知事選挙、全国から注目しているこの奈良知事選挙、維新の山下候補が一歩リード、そしてそれに平木さんが猛追するという展開になっています。そしてまたその後に現職の新井さんが続いていると、こういう展開ですね。まあですから一言で言うと、この新井さんと平木さんという形で自民が割れたということがですね、今回の選挙を複雑にしてしまったわけですね。しかしどう考えましても、まあ奈良県っていう県はですね、まだまだインフラが整ってない県なんですね。車もとっても混みますし、ちょっとやっぱり関西の中では古くて伝統があって、何か掘ればいろいろ出てくるということで開発のしにくいという面もあるわけですけれども、やっぱりこれから奈良県がですね良くなっていくためには、ある程度のインフラの整備っていうのをこれからもやっていかないといけない。まあそんな中で維新の知事が誕生すると、まあ維新の知事っていうのはとにかく公共事業を止めて予算を浮かせて、それで財政を良くしたっていうことをアピールしてやっていくという、まあ、大阪はそのやり方で、まあ、確かにいい面もあったのかもしれませんが、結局はですね不毛な状況になってる面もあると。なんといっても維新は、まあ、身を切る改革、聞こえはとってもいいけれども、それをやりすぎるとみんなが縮小均衡的な状況になってしまう。それからなんといっても例の上海電力問題、とてつもない中国との近さというところが、まあ、維新の大きな問題ですね。まあ、もちろん現知事だった新井さんも中国と相当近いという話は、まあ、有名なことではあるんですけれども、ここはですねフレッシュな平木さんに受け継いでいただいて、新井さんがやったいい面をまた引き継ぐためにも、まあ、平木さんにぜひ知事になってほしいというのが我々の願いであります。もちろん、まあ、高市経済安全保障大臣のですね、今後ますます彼女が、まあ、日本の総理大臣に近づくためにもですね、奈良県の自民党が推したこの平木さんがやっぱり知事に当選することがですね非常に大事なんですよね。期日前投票が去年よりも6割も多いということのようですから、もうすでに投票は毎日行われていると。しかしまだ2割の人がですね誰に投票するか決めていないということのようです。この山下さん、平木さん、新井さんのその3人の中から誰に投票しようかっていうことなんだろうと思うんですけれども、まあ何としてでもですね、まあ、奈良県にお住まいの方には、もしよろしければぜひ平木さんに投票してほしいなと思います。やっぱり若くて元気で前を向いて動いてくれる人に奈良県の未来を、まあ、託していくというのがですねよろしいんではないかと。まあ、いずれにしましても、まあ、自民党の本部がですねどうして平木さんを公認しなかったのか、まあもうその理由は言わずもがなではありますが、いろんな考え方あるにせよ、奈良県で自民党の知事をですね誕生させなくてもですね維新でもいいと、もし自民のですね本部が思ってるんだとしたら、それより維新になってでも高市さんをですねダメージ与えた方がいいと思ってるんだとしたらですね、政党に対してですね高市早苗さんという人が自民党を応援している人の中で全国でものすごい数の人がですね高市さんに期待しているってことをあまりにもわからなさすぎ、自分たちの村の狭いとこだけで考えている。やっぱりね、誰が総理大臣になったって安倍さんみたいに10年やる人はあんまりいないわけですよ。小泉さんだって5年ちょっとですよね。そうするとやっぱりいろんな才能がある人をきちっと残しておいて、そして誰かが失敗したら次の人が出てくる、その多様性があるところが自民党の良さだとしたら、岩盤保守の層にきちっとしたコミットのできる高市さん、こういう人をですね自民党の中で総理の有力候補として残しておくことこそが自民党が生きる道であると私は思いますね。それがわからないような人は党の三役なんかをやってはいけないと私はそう思います。岸田さんにしたってですよ、長期政権になるのかどうか、おそらく立憲がこういう状態でしたら国政選挙をやれば自民党はやっぱり圧勝する可能性は高いと思うんですね。岸田さんもですね長くなる可能性はあるわけです。しかしその後に続く人たちが着々と力をつけてないと、それもいろんなタイプの人が力をつけておくことが自民党に対してですね国民が支持をする、まあ、一つの大きなポイントになる。そしてそれは保守層をしっかりと持っている高市早苗っていう人を潰すのは岸田さんにとっても茂木さんにとっても絶対良くないことだっていうことを自民党は肝に銘じておくべきだと私はそのように考えています。